40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。はい、来ましたね。よく来た、よく来たね、皆の衆、よく来たよ。もうあれだ、わかるかい。わかるよ。強いよ、ね、強い。よく来た、よく来たね、皆の衆。距離感と力加減わからなすぎなんだよ。お察しの通りね、皆さん。嫌い前回やりましたね、俺ね。一週間辛かったですよ、めちゃくちゃ。あれおもろいですよ。あれよかった、おもろかった。先にやる人よ。いつからこれ人が決めるんだ。やるやつ。オーレオーレオーレメキシカン、メキシカン。この感じのテーマ、どうしても俺がしたいことがある。やりたい、やりたい。帽子取っていいですか。はいはい。モブ。YouTuber と思えない。マジで結構カラフルなチームだから。そうだね、一番よくやばいよ。俺はやばい、やばいと思う。耳感じやすいからね。誰得や。1週間毎日染め粉を使って色を変えたらどうなるのか。おお、暗めになるでしょうね。でもね、意外とね、どうなるかわからないっちゃ。いや、気になるな。あ、見てみたい。でも毎日やる必要なく、頑張れば使ってもできる。髪色変えて、同じ牛丼屋に行って7日間通って、最終日にどう思いますか。あー、なるほど。なるほど、めっちゃいい。天才。牛丼食うたの。その時に毎回話しかけてよ。あ、そうだね。ちゃんとしっかり会話して、大体同じような人に。それではやっていきましょうか。はい、はい、レッツスリー。はい、ということでね、1週間まずブリーチでもうギャン落としてしまおうと。金髪にして、で明日からもバンバン色入れていく感じで、今日はとりあえず金髪でね。超ハイブリーチだからね、ビャンビャンに染まった。そんなにね、言うほどブリーチってただ向けるだけだし。いや、そこらのブリーチじゃない、使ったやつ。ハイブリーチ、ハイだから、ハイだって。大体分かるもん、どうなるか。いきますよ、お披露目しますよ。お披露目しますよ。お姫様ですよ。3、2、1、じゃじゃん、じゃじゃん。じゃじゃん。だろうよ、だろうよ。なんかお前ゲリが頭ついてるみたいな。やばいな、マジでやないか。この短い間に頭何個増えてる。よしね、まっ、だっ、だっ、なんだよ。牛丼なめ盛りネギだけとかできます。できないですかね。了解です。何色にすんの今日は。グレー、赤、紫、ミント、ミント。ミンミンミント。派手色は多分後半残した方がいいと思う。あ、なるほどね。ちょっと薄めの、じゃあこのミントアッシュでいきましょう。ミントアッシュでいきますか。ああ、染め終わりました、2日目。この色にしたかったんだけど、なんかうまく入りきんなかったみたいで、こんな感じになんか中玉になっちゃったね。これでね、店員さんに会いに行きたいと思います。覚えられなきゃいけないんで、同じ格好です。昨日と牛丼並みのネギ多め。牛丼並みのネギ多めです。はい、270円のお返しです。もう一度待ってください。花粉症大丈夫ですか。まあ大丈夫です。はい、すごい目かゆくてやばいです。あ、3日目ようこそ。僕、何の3日目ですか。あ、知らないのお前。1週間1日ずつ髪染めていくやつ。なんだリボー、その前髪長すぎて目元見えない感じの真っ黒や。お前とりあえずゲスか、お前は。なんだあいつ。今あんのが赤、グレー、紫。恭平さんの見たことない色が見たいから、うん、紫。グレーにしようか。え、聞いたよ。はい、グレーにします。なんで俺に聞いたの。はい、グレーです。お疲れ様です。お疲れ。3日目染め終わったぞ。じゃあ切りますね。ありがとう。ちょっと待って、行きましょう。ちょっと待って。今かお披露目だい。じゃんじゃんじゃーん。何が変わったの。なんか金髪になった。多分ね、相殺した両方の色消えた結果、元の金髪になったっていう、うん、やっぱ全然バレてねえっすね、まだまだ。まあ明日からね、もっと濃い色を入れて、もっとバチクソ極めたいと思います。
4日目。あ、そうじゃん。4日目やん。4日目で。あんまりね、変化がないんですよね、3日目まで。確かに。今日こそはもう、明るい色。おお。赤にしよう、やっぱり。赤、うん。心も燃えて、髪の毛も燃えよう。でも全部燃えよう。全部燃えよう。燃えても消えたら。よっしゃ、行きましょう。行きましょう、行きましょう。あれうまく染まったね。赤髪よりお前の服装の方が勝ってんの気持ち悪いんだよお前その格好で行くんですか。はい、これ行きます。ダメだ。はい、4日目の吉野家赤髪でね、向かいたいと思います。こちらの方が置けばいいでしょうか。ネギ玉牛丼並盛り。はい、ってことでね、接客する方は違う方だったんだけど、厨房にいつものさんがいて、えしゃくしてこっち見てニヤニヤしてたから、多分もう認知はもらってます。7日まであの人にねアピールし続けましょう。ゴーゴーゴー、5日目、ゴー。紫結構好きなんですよ。あ、好きなの紫ね。でも緑も捨てがたい。あー、捨てがにゃー。うるせえな。やばい、紫。はい、じゃあ今日染める色は緑。やったタンタランタ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 。怖い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 のよ。何それ。何が何なんそれ。アーミーやんけお前。ちょっとビニール袋の手袋とかしない。あ、初めはしてたよ。めんどくせ。なんでやねん。2年後の偽物のゾロみたいな。どうぞー。ちょっと一緒してじゃあ。早いな。早いよ。ジャニーズの回り方。腹立つだそのくせ。なんで揚げパンしてる。許せねえんだよその後半の。超出てる。また違う方でしたね。さっきまでレジやってたんだけど、なんか俺の顔見た瞬間、厨房の行っちゃった。え？避けられてるもしかして俺。追い続けてやるからな、いつまで。6日目、紫。はい、どうして。え、おい、染まんなかった、あんまり。おい、ずっとおでこうっけずしてるぞお前。え、マジでもう幽霊。画面の緑になったって感じ。そうだね、なんかどんどん潜ってる、もしかして。行きたいと思います。こちらの決めでしょうか。ネギ玉牛丼。レジにいたんですけど、さんが俺を見てそそくさとね逃げていきました。これ完全にね避けられてる。ってきました。タコゾロかお前。分かってんだ、早く染めろ。最後に染めるのは決めておる。なぜ1日分買わなかったのかお教えしましょう。ピンク。それ俺のやないかお前。ターボーのね、血と涙と青春が入ったこのピンク。何も入ってねえよ。これをね、最終日使おうと思ったの。土下座しろ。土下座したら使ってやるよ。絶対しない。土下座しろ。絶対しない。じゃあ足舐めろ。足、あ、舐めます、足。なんで足舐めます。足なら舐める。足舐めます。いい、やめろやめろ。ひどい、ひどい、きあー、やばい。使えもう。あれ。え、なに、なにが起きたの。わからない、黒い。おい、はは。なにこの現象。染める前は緑でピンク入れたんだよな。で、これこんだけさ、7日間頑張って染め続けてきて振り出し。最初言ってた正義の予想が、まあ当たってるじゃん、当たってるか。で、最後暗めになるでしょうね。暗めになるでしょうね。暗めになるねっていう、暗めとかじゃない、黒だ。黒やん、もう。黒染めやん、お前。それただ単に髪の毛なんだ、黒だよ。最後牛丼行ってどんな反応するか聞いていきましょう。最終日行きたいと思います。なんて言われるかな、楽しみだね。牛丼の特盛り。お待たせしました。はい、7日間毎日自分来たら分かりますか。はい、あ、分かってました。やっぱそうですよね。そう、目合ってました。ありがとうございます。髪色毎日変わってたの分かりました。分かりました。分かってました。どう思います。
ちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。笑ってるやつら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah yeah